ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、グレンのリベレーター編、第148回配信を撮っていきたいと思います。さて、みんなに話しかける前にですね、今日は、ミニオンとマウントを新しく出していこうと思います。このね、カンパニーテストから頂戴いたしました。ふかふかクッション。ミニオン習得、ふかふかのクッション、尻に敷かれるのをじっと待つ。使う。そして、どっちから先にしようかな。ハコボックルフォルムとアルコンドチェア。ハコボックルフォルムからにしようか。ハコボックルを呼び寄せるための笛。使う。そして、マウントリストがあるか。マウントまだ少ないな。さあ、ハコボックルかわいいですね、これ。大きく成長したコロポックに理想の住まいを探し続け、ついに遊技場ゴールドソーサーにたどり着いた。なお、サゴリー砂漠を渡ると最中に、限界まで干からびた結果、給水後にリバウンド。驚くほどの巨体を手に入れた。鳴き声とかはゴロリゴロリ、意外とワイルド。あ、なかなかいいじゃないこれ、可愛くない？あ、飛ぶとこんな感じ、下がるとこんな感じ。あ、飛んでる時だけちょっと輝くのね。へえ、これ結構好きかも。これまたね、種族によってみんな乗り方が違うんですよね。エレゼンは男子はこんな感じです。女子は多分足を閉じたりして乗るのかな。またいろんな、誰かが動画とか撮ってるかな。なんか男女別と種族別のマウントの乗り方みたいな。じゃあミニオンリスト。ふかふかクッション。ふかふかクッション、裁縫師ギルドが作り出した最高級クッション。尻を知り尽くす男と称されるギルドマスター。レノレントローズ氏が究極の座り心地を実現するためにレシピを考案した。焦点するほどの座り心地ともっぱらの噂。あ、足跡というか、これが座布団の形。鳴き声とはふんわりふかふか。なるほど、出していこうか。そうだよ、地面に出る。あ、地面に出る感じで座ったりできる。ほほう。あ、こんな感じでね。こんな感じでね。星座が一番ふさわしい感じだね。なるほど。ふかふかクッションですよ。へえ。これってついてきてはくれない。離れると消える感じかな。じゃあ、淡水さん。革命の立役者は人知れず去るってか。まったく、憎いね。どうも、ダショウさん。もうやり残したことはないか？それなら、クガネに向けて出発するぞ。まあ、ない、かっつうとあるんだけど、まあ、行きますか。クガネに移動する？ 1、よろしく。2、少し待って。というわけで、よろしく。ああ、任された。では、全員乗れ。船を出すぞ。クガネ久しぶりだね。クガネもね、探検手帳全然埋めてないのと、なんかね、もう私の技術ではいけないところがある。アルミノ君、この異国の街をまさか懐かしいと思うようになるなんてね。そうだね、こっからスタートだと思うね。帰ってきたね。なんだか景色が違って見えるよ。アリゼさん、この港に立つとあのしゃがれた大声か今にも聞こえてきそうで。しゃがれた覚えって。どうでした？クガネの港なんざ、俺たちもいつぶりかね。そうだね、海賊だもんね。さて、無事に到着だ。俺たちは本来入港を禁じられてるからな。赤星組が来る前にずらかるとしよう。ドマの解放、本当に感謝する。
俺たちに武器を押し付けてくれた金髪の商人にもよろしく伝えておいてくれ。なるほどね。もう下がる。これしかない。コンプリート。この間、俺たちはすぐにここを出る。そちらも達者でな。多少さんも達者で。じゃあ、あれひどく。レベル67クエスト、別れと帰還。小鳩場のアルフィノは仲間にも帰還を伝えたいようだ。それではタタルの待つウルダハ商館に戻ろう。連絡は入れてあるから帰還を待ちわびているはずさ。二人ともここまで助かったわ。案じるまでもないでしょうけど、島まで安全な航海を。他の海賊たちにもよろしくね。アニゼさん結構海賊衆と仲良かったっつうか、結構ガンガン攻めてたもんね。意外と気が合うのかもしれません。ここ乗れないんだよね。ウルダハ召喚、あれクエストがいっぱいあるぞ。おや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 、どうしようか。クエストを片付けていくのもありかな。これでもクエストの発生位置が分かんないんだけど、上かな。上っぽい。ん？いや、ここでもない。ここ？あ、異国の貿易商さん。どんな感じ？ああ、すごい。なんか、イシュガルドにいそうな。レベル67クエスト、理想の女。クガネの異国の貿易商は人探しを手伝ってほしいようだ。おや？あなた、もしや冒険者なのでは？エオルツヤから来て、日も浅く、誰も頼れる人がいなかったんです。どうか、私の話を聞いていただけませんか？冒険者さんは、クガネ名物の芝居ってものをご覧になったことはありますか？私は一目見た瞬間から、すっかり虜になってしまいましたよ。それからはもう毎日劇場の無事小座に通っていましたが、仕事の都合でそろそろクガネを立つことになりまして、その前にどうしても会っておきたい人がいるんです。その人はある芝居で姫役を演じている女性なのですが、クガネで、いや、エオルゼアを含めても一番の美女に違いありません。私もこうして毎日出待ちをしているのですが、一向に会えません。情報を集めようにも、その隙に行き違いになったらと思うと。冒険者さん、お願いです。無事小座の関係者が公演後に立ち寄るという潮風邸で彼女について話を聞いてきてもらえませんか？これあれだな、歌舞伎とかだ、そういう系だったら男子という可能性もあるな。そしたら永遠に会えないね。女性を探してるんだから。あれ、そこどうやって行くんだっけな。ウェイテラインとか？これって。第一波動か。で、ここの多分階段に上がったところに、他のクエストがありますね。じゃない、下？この辺、え？この辺、さらに下？いる、負傷した赤星組の大佐。レベル67クエスト、クガネの守護者。クガネの負傷した赤星組の大使は痛みに顔を歪めている。どうした？くっ、はあ、早くあいつにも知らせてやらなければ。だがこの傷では、お前やつらの仲間ではなさそうだな。
信用するのは賭けになるが、時間が欲しい。すまないが頼みを聞いてくれ。俺は赤星組の大使だ。ケーラの最中に異国の暴漢にも襲われた。仲間があいつも襲われるかもしれないんだ。俺は大丈夫だ。だが小金通りの裏道にいる赤星組の大使に俺が襲われたことを伝えてくれ。頼む。おお、ちょっと待てよ。小金通り、さっきどうだよね。ここだよね。どこだ。裏？一個裏かな。いる。君か。お前さん、俺に何か用かい？何？仲間が異国の暴漢に襲われた？しかも赤星組でも指折りの剣士が怪我を負うほどの腕前か。俺一人で追ったところで返り討ちだな。お前さん、乳白色の難攻を負傷した赤星組の大使に使ってやってくれないか。俺は当初に応援を呼びに行く。わかった。これも言っときたいんだけど、これはもう報告になっちゃうか。これなんだっけ。あ、あれか、出待ちのクエスト。とりあえずまあいい、一回赤星組の大使さん、この正直こういうね、横道の細い道結構好き。こんな下とかに人おるって思わんよね。相棒には伝えてくれたか。はい、難攻もらいましたよ。大丈夫かい。この乳白色の難攻はよかった。あいつは無事だったんだな。大丈夫、痛みもだいぶ和らいできたよ。面倒なことに巻き込んでしまってすまなかったな。だがお前を信じてよかった。さっきも言ったが、俺を襲ったのは異国から来たならず者だ。クガネじゃ喧嘩はご法度だが、外の連中はお構いなしさ。奴ら、俺と相棒に違法な取引を邪魔されたのがよほど気に食わなかったらしい。金を積んで腕の立つ用心棒を雇ったようだ。だが赤星組には化け物みたいな大使が大勢いる。同志に追い詰められて今頃は牢屋の中だろう。とにかく助かった。赤星組の羽織を背負う者として感謝する。すっごいいいと。いいんだよ、君もお大事にね。そんな難航程度で怪我が治るとはね、思えんからね。一時しのぎなんじゃないでしょうかね。とりあえずどうしようかな。ちょっとサブクエ片付けてからメインクエ進めようか。あとね、こっから行く？こっちから行くか。いや、第一ハト、第一ハトばから行く。ね、ここ。エーテナイトの飛ぶ先、わかりやすくなったね。地図が横に表示されるようになったから。大変ありがたい。昔文字しかなかったからさ、あの文字だけで頑張って、あ、ここですねって判断。ここ空いてたっけ。元から初めて入る気がする。引き締まった200人さん、レベル67クエスト。肩に担ぐは米と夢。クガネの引き締まった200人は肩を痛めてしまったようだ。あ、大丈夫か。あんたクガネのもんじゃないな。もしよかったら頼みを聞いてくれないか。米俵を運ぶ途中、肩を痛めちまって、ここから動けねえんだ。仲間たちには内緒で、小金通りの裏にいる腕利きのクス氏から、匂い立つ生姜尻尾を持たってきてくれねえか。顔なじみだから、事情を説明すりゃ分かってくれる。しょうがねえ。このね、この上のやつがね、おそらくね、上からスプリントジャンプで飛び降りるんだけど、私の技術だとね、ちょっときつい。あ、ついでにこれ受けとこうか。ケイセスさん。
こんにちは。レベル67クエスト1人前の商売人クガネの警察は異国の旅人に頼みたいことがあるようだ。ジュジュ。あなた異国からいらっしゃった方ですか？それならお手伝いしていただきたいことがあるのですが、話だけでも聞いていただけませんか？私は猿商家の奉公人で、名を警察と申します。特売の絹を宣伝するためチラシを配る仕事を任されたのですが、なかなか受け取ってもらえないのです。異国からいらした方に絹を売りたいのに。でも同じように外から来たあなたからなら受け取っていただけるかもしれません。呉服屋のチラシを6枚ほど、クガネを訪れている異国のお客様に配っていただけませんか？どうかお願いいたします。はい。異国のお客様に、ね、すごい見づらいんだけど、待ってよ、拡大してみる。これだな。旅人さんですね。巫女って族の旅人さん。ん？俺に何か用か？チラシどうぞ。呉服屋のチラシですよ。このチラシ、どっかで見たことあるな。ひょっとして小さな子供が配ってたやつか。何かの遊びだと思ってたけど、ここに書いてある通りなら絹の質は良さそうだな。後で店に行って覗いてみるか。あんた、ありがとうよ。そっか、子供がふざけてやってると思われちゃってんのか。そりゃかわいそうだね。奉公人とかだとさ、あれだよね。江戸ぐらいまでだと、10歳とかさ、それくらいで、もうお仕事始まるもんね。巨漢の役者。え？まさかこの方が？なんだ？お前さん。俺に何か用かい？姫役を探しています。クガネで一番の美女とは傑作だな。教えてやりたいところだが、芝居の舞台ってのは役者たちが作り出した夢みたいなもんでな。知ったとしてもいいことなんかありゃしねえ。まあそいつの気持ちもわからんではないがな。俺でさえあの甘い香水の香りを嗅ぐとくらっと。おっと、酒のせいで口が滑らかになっちまったみたいだな。お前さんも仕事だろうが内緒で頼むぜ。あ、香りをヒントに探すのもありかなっていう感じかな。これちょっと待ってよ。したか。あ、そこね。ラダフェル族の船乗りさん。これはチラシを渡す相手だね。あなた商人には見えないけど何かご用？はい、チラシです。これで2枚目だけど、まあいいわ。でもあなたは丁稚の仕事をするようには見えないわね。見た目はまるで立派な武人だもの。あら、ごめんなさい。これ以上詮索はしないわ。人生何があるかわからないものね。それではごきげんよう。意外とお金持ちっぽい。でもちょっと見たことあるような感じだけど。ね。誰かいる？あ、商人さん。やっぱり、ラダフェル族の人は商人が多いですね。はいはい、商売のお話でしょうか？呉服屋のチラシです。絹の特売とは嬉しいですね。おや、このチラシ、見覚えがありますよ。男の子が配っていたものですよね。ひょっとしてあの子、本当に仕事してたんですか？クガネはあんな小さい子でも商売人なんですね。いやあ、感心感心。ラダフェル族さんの方が小さいんだけど、外見でわかんないからな、この世界。で、一回小金通り行きますか。あ、
異国の貿易所さん。いや、ああ、先ほど最後の舞台が終わってしまいました。たくさんの役者がそこの扉から出ていくのを見送りましたが、彼女らしき人はやはり見つけられませんでした。香りで探すといいかもよ。甘い香りの香水ですか。確かに客席にいるとき何度か感じたことがあります。彼らは二手に分かれたので、こちらも手分けして探しましょう。冒険者さんは小金通りに向かった三人を探してください。私は落座街に向かいます。それと役者の見分け方ですが、首元を見てください。化粧は落としていますが、少しはおしろいが残っているはずです。これも出待ちを続けた結果でしょうね。彼女を知ってそうな役者たちから情報を集めた後は、潮風亭の前で落ち合いましょう。すごいね、情熱だね。どうしようか、ちょっと先にこれどこか、あの上の人だね。チラシはこれで最後か。何枚配ったか忘れちゃった。あ、ヌガディン族の船乗りさん。いや、なんだ、私は今忙しいんだ。まったく、クガネってやつは世話しない町だね。呉服屋のチラシですよ。全然半分も超えてなかった。ここじゃ商人と分かるとひっきりなしに声をかけられる。相手をするのも面倒だったが、商売となれば話は別だ。見せてもらうよ。ほう、特売の情報とは気が利くな。クガネの綿布はよく売れるし、一度店に顔を出してみよう。あ、意外と好評だね。残りのチラシはじゃああっちか。うん、いらっしゃるか。お、2枚目の役者さんじゃないですか。いやいや、おっと、舞台を降りたら俺はただの町人さ。話しかけてもらっちゃ困るな。俺に会いたきゃまた舞台に来ない。かっこいいですね、でもやっぱ。お、あ、薬の方ね。腕利きの薬師さん。匂い立つ生姜シップだと？そんなもん欲しがるのは相手しかいねえな。また頑張りすぎて肩でも痛めちまったんだろうよ。ほれ、持っていきな。金は後でいいから引き締まった荷運び人に伝えてくれ。体が元手なんだから無理はすんなってよ。つけでいいとはもうなんつう親切な人かと思うよね。問題はだ、小金通り付近の役者さんを探さねばなりませんが、あ、その前に商人さん。なんだ、市場の調査で忙しいのか。チラシどうぞ。はい、特売のチラシか。値段は魅力的だが、船に乗せる余裕があったかな。いや、せっかくだから妻に反物でも買ってやるか。良い情報をありがとう。いや、商売よりね、ちょっと奥さんのことをパッと浮かぶってのはね、なかなかね、得点高いですよ。役者さん、修繕の役者さん。いや、お客さんですかい。申し訳ございませんが、仕事上がりなもんでね。このまま家へ帰らせてはもらえませんかね。こっち行ったっけ。いる。その位置はずるいよ。これ話しかけたら終わっとこうかな。じゃあ風流な役者さん。いや、 お前さん、俺が役者だってことをよく分かったじゃないか。客席で見かけたことは一度もない顔なのでさ。さて、そんな女は知らないね。そいつはきっと夢でも見たんだよ。風流な役者の首元から甘い香りが漂ったこの方ですね。
今後しようかな、次回報告から入るか。これやって報告というか続きかな。よし、というわけでここまでにしておきますか。第148回ここまでにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。